アイ・リンクタウン市川は、千葉県市川市の市川駅南口都市再開発による、当該地域一帯及び複合施設である。ザタワーズウエスト及びザタワーズイーストの二棟からなる、ツインタワーで構成されている。事業名称は、市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市が一、再開発事業。展望施設は、日本の夜景百選や日本夜景遺産に、 選定されている。再開発により整備された市川駅南口、右側の建物は、ザターズイースト高度成長期における急激な人口増加により、市川駅周辺は急速に都市化が進んだ。その一方で、ライフラインなど、都市機能及び防災機能の不完全状態、道路及び公園などの公共施設の不足状態、住宅地密かによる住環境及び、 都市景観の悪化など多数の問題が生じていた。そこで市川市は市川駅南口地区第一種市が一再開発事業として先進的で住みやすい都市型住宅の供給を図ると同時に駅前広場及び道路の整備を行い暮らしやすい街を開発することとなった。九百八十年代初頭に計画が始まり、百九十三年に業務、 商業を中心とした都市再開発が計画された。その後、バブル崩壊などの経済状況の変化により、大幅な計画見直しを行い住宅を中心とした計画になった。施工区域面積約2.6ヘクタール、敷地面積約16,610平方メートル、建築面積約11,460平方メートル、 延べ床面積約14万1710平方メートル、住宅個数約970個。愛、リンクタウン、市川の名称は2005年12月に一般公募され、応募総数1149件の中から選定されたタウンネーミングであり、愛は私の愛、市川氏の愛、で、愛の愛、愛するの愛を意味している。またリンクには、 千葉県と東京都をリンクする、自然、歴史、文化とリンクする、先進、健康、暮らしをリンクする、市民の安全とリンクする、他世代がリンクするの意味が込められている。両外区とも低層階には、商業施設及び公共施設が入る。英外区の高層階は、野村不動産と三井不動産レジデンシャルが販売する、分譲マンション、 B 外区の高層階は介護不要両老人ホームのライフシニアハウス市川と都市再生機構の賃貸住宅となる A 外区四45階44から4階3階2から1階 B 外区三37から10階9から4階3階2から1階ザタワーズウエストプレミアレジデンスの45階に所在する展望施設 45階へは3階から直通のガラスバリシースルーエレベーターを利用し、展望デッキ、展望ロビー、交流ラウンジで構成されている。無料で一般開放されており、市川市の観光名所ともなっている。日本の夜景百選や日本夜景遺産に選ばれており、東京スカイツリーや富士山、ディズニーリゾートなどが見渡せる。交流ラウンジでは展覧会や演奏会などのイベントや、 毎月第3金曜日、土曜日にはライトダウンイベントを実施している。ありがとうございます。